未舗装の滑走路級エプロンを再活用したヘリポート、手鹿が飛行場付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成手鹿が飛行場は、北海道川上郡手鹿が町にあった飛行場。全国で唯一の町営飛行場であった。手鹿が町の中心である、魔臭温泉の外れにあり、 専門本線は周駅から徒歩20分ほどの距離があり、阿寒湖畔に向かう国道241号線沿いにあった。1955年に場外離着陸場として使用開始し、1970年に公共用飛行場となった。もともと定期便はなく、北海道航空による釧路湿原、マシュー湖、メアカンタケ等を周遊する柿の実の遊覧飛行の 基地として使用されていた。利用者数の低迷等により以前から廃止が検討されていたが、運営主体である手鹿賀町による申し出を受けて、国土交通省航空局は2009年7月10日、同年9月24日付をもって、手鹿賀飛行場が廃止されることを発表し、同年8月27日付の官報にて、国土交通大臣により正式にその旨告示された。これは、 国を呼び、地方公共団体が管理、運営する空港、飛行場における、国内初の廃止令となった。現在、かつてのターミナルと格納庫は現存している。ターミナル側の滑走路の一部敷地は、釧路北部消防事務組合が管理する、手鹿が消防署の消防本部が2017年7月に、新築移転し、合わせて、手鹿がヘリポートが、旧エプロンに配置された。 かつて、手塚賀町では飛行場跡地の利用につき、農林水産省の中山間地域等、直接支払い制度を活用。マシューコ農協旗作新公開によって100万本のひまわりを景観緑費として栽培していた時期があった。開花時期になると、あたり一面の黄色いひまわり畑となりを訪れる、人々を楽しませていた。国土交通省手鹿飛行場の廃止の許可について、 国土交通省、http コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ c a b 0 5 h、c AB、h 0 0 0 1 6 h t m l ト町の話題手鹿が消防庁舎落成記念式典、広報手鹿が第757号、手鹿が町2017年9月、18から19ページ。 カメラスケッチ広報マンが行く。広報手鹿が第709号。手鹿が町、2013年9月。22から23ページ。ありがとうございます。